州でスーパービーバー。バンド結成からわずか4年でメジャーデビューを果たし、順風満帆に見えた彼らだったが、自分たちのやりたい音楽とは何かを考え、再びインディーズの世界へ。年間100本を超えるライブを行い、自分たちの音楽、日本のロックを突き詰め、その魅力が大きく開花していきました。2018年には初の日本武道館公演を開催し、大成功を収め、さらに翌年は夏フェス出演本数ランキングで堂々の1位を獲得。忘れてしまった。そして今年結成15周年を迎え、異例のメジャー再契約。今夜は今最も注目を集めるバンド、スーパービーバーの音楽ルーツに迫ります。ということで、一度の15年でもすごい本当に私ちょっとごめんなさい、ライブとかも見させていただいたことがなかったんですけど、めっちゃかっこいいですか。嬉しいです。ありがとうございます。そんなスーパービーバーの皆さんと親交がある、はい、今日はですね、谷岡アナウンサーにも来ていただいております。はい、谷岡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。千葉さんとはご飯も一緒に行ったり。そうなんですか。実は僕ね、ブエアって呼ばれてるんですけど、なんかこう渋谷なので、僕ブエアって呼ばれてるんですけど、なんかこう渋谷さんって言われると、なんかすごくこれ以上の距離を感じます。そうですね、普段はね、そんな感じじゃないんですよね。さあ、そして改めてですね、今年は結成15周年、はい、そしてメジャー再契約ということで、とにかくおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 VTR にもありましたけれども、紆余曲折いろいろあったこの15年ということですね、はい、どういう振り返ると15年でした。そうですね、その場面によって結構思うことは違ったりするんですけど、あっという間だったなと思う瞬間もあれば、すごく長かったなと思うようなこともあって、まあでもその自分たちで普段普通のバンドとはちょっと違うような経緯をたどってきたので、すごくたくさんの方に支えていただきながら、ようやくここまで来られた15年だなっていうのは、結構日々実感しながら今活動してますね。はい。何歳の時にデビューをなさったんですか。デビュー自体は、平均年齢20歳みたいな振り子の振り込みで、はい、だったので、高校3年生の時と高校2年生の時に組んだバンドなので、割と組んですぐに、そういうふうに目をつけていただいてっていうような感じでしたね。楽器とか その練習とかっていうのはどういう何歳ぐらいから始めたんですか。まあ、それぞれまちまちよね。バラバラですもんね。この2人はこの小学生の頃からバンド組んで長生きですよね。小学生。僕と藤原が幼馴染で、はいはい、そうなんです。で、小学校の時に初めてこう楽器を持って、まあ、それ自体もそもそもその遊びの延長というか、みんなで放課後こうやってみるっていう感じだったんですけど、まさかこの30超えてまで一緒にやるようになるとは思ってなかったんですけど、すごいですね、国際連的な感じで。そうですね。高校生の時に先輩、後輩、幼馴染で結成されたスーパービーバー。それぞれバンドやってたんですよ。僕はずぶ、本当にずぶの素人だったんですけど、彼も中学の時からバンドを組んでたし、この2人も小学校の時からバンドやったんで、ね、特にそのスーパービーバーで初めてライブに立ってっていうような感じはあれなんですけど、ただその初めてのライブが追悼ライブだったっていうのを覚えてますね。全く知らない方の追悼ライブ。そうなんです、はい、また彼が、いや、なんかこの、そのスーパービーバー4人で、まあ、そのやろうって言った時に、僕の同級生が、同級生の地元の友達がライブを企画するっていう、それだけ僕も聞いて、で、ぜひって言って、その当時渋谷先輩、上杉先輩、こういうのを誘われたんですけどって言って、行ってみようって言ったら、どうやらその主催してる方のお知り合いの追悼ライブみたいなので、で、僕らしかも手順が一番ってね、一番最初にやらなきゃいけない。どういう心持ちでやったらいいか分かんないけど、双方どうしたらいいか分かんないと思うから、俺らもどうしたらいいか分かんないし、どういう気持ちで見てる方も追悼ライブのつもりで来てるから、全く知らないやつらが急に歌ってるのを見て、
誰だいって多分思われた。で俺たちも誰だいって思われた。初めての衝撃がそれだった、はい、ちょっと衝撃的な。だからおかげでね、強くなりましたね。そうですね。あれ以上というのか、あれ以下というのか分からないですけど、あれ以上なんか多分ないと思うので、強くなりましたね。そうなんですね。はい。来年じゃない。なんか音楽を始めたきっかけとはって。